はい、おはようございます。おはようございます。はい、DIY ドロクテスでございます。はい。今回ね、クリスマスのチキンの燻製してるところなんですが、はい、待ってるのに暇なので、ちょっといろいろやってみようかということで、まず一発目にね、燻製やろうかと思います。こっちのミニ燻製。ということで、今回はこれ。リンゴ。スモークチップ新しく買いました。はい。チキンやってんのもこのリンゴなんだけども、うん、我々はまだこれ燻製してる段階でこのリンゴの味を知らない。うん、だって味見したいからね。ということで今回これ燻製やってみます。はい。でね、使う道具、こいつも燻製で初登場、ピークワン。はい。ピークワン使ってみます。で、鍋は100円鍋。で、上はボールと。はい。この組み合わせで今回燻製やってみます。うん。で、燻製する材料、ファミリアチーズ。これ業務スーパーの切って使うやつね。これだと結構大きいサイズで作れるからね。うん、美味しいです。このチーズ。で、またこっち、ウインナー。定番ツートップで、これで燻製いってみます。さあ、リンゴのチップがどんな香りになるか、すごく楽しみです。よし、行ってみましょう。よいしょ、分かるかな。あ、ちょうどいい。はい、チーズ下なんでこっちを。弱火。弱火かな？中火ぐらいかな。そして、食材を乗っていまして、おい感じかし。そして蓋をします。うまくできるかな。お、あ、ちょうどよかった。オッケー。これ倒れないようにだけ気をつけなくちゃいけないですね。よし、あとは待ちましょう。美味しくなりますように。はい、できました。はい、できました。20分ぐらいやりました。これどうかな、どんな感じだったかな。開けてみます。開けづらいです。せーの、よいしょ。おー、すごい、すごい、いいじゃないですか。やった。おー、おー、はい、初めてリンゴのスモークチップスの燻製。これチーズがいい色になったね。そしてウインナーも、あ、でも開けた時の香りやっぱ全然違うね。うん。そんなに鼻では感じないけど、実際味はどうか。はい、行ってみましょうか。じゃあまずウインナーから行ってみましょうか。いただきます。こんな感じ。すごい感じ。いただきましょう。いただきます。ん？ん？シャーなんとかウインナーによくポケってたね。うん、有名なパリ音が。あ。うん。香りきた、香りきた、香りきた。これ桜みたいにさ、鼻、最初に鼻で匂いで感じるじゃないんだね。なんか喉に一回感じたら鼻に。口に入れてしばらくして、この味が、でもこれリンゴの味とは全然違うね。リンゴみたいにこう甘いのかと思ったら、そんな甘くない。もっと甘いっていうのかと思ったら。でも桜より少し甘い気がする。うん。シャウエッセンだ。ポキッと言ってる。ちっ微味なるものには音があるって CM 今もそうなの。違うか、今違うね。違いますね。はい、チーズいってみましょう。チーズがまたこれがいい色してるんですよ。こんな感じ、日に当たってキラキラしてる。これうまそうだね。どうぞ、行きましょう、行きましょう。とわちゃんもいただきます。お、優しい。裏がこんな感じ。ん、優しい味です。優しい味。うん、やっぱこれもそんなに香りが強いわけじゃないね。食べてみれば分かる。うーん、前の桜とはまた違う。違うね。一回ファーストインパクトがあんまりない。リンゴの方がそんなにない。でもじんわり、これ白身魚に合うっていうの確かになんか納得いく。うんうん、白身魚合いそうな気がする。優しい香りで味。優しい香りだね。うん、うまチーズも後味が来るでしょ。うん、でこのリンゴの香りも後味来るから、これ一緒に来るね。いい感じにマッチするから、なんかのおやつに似てる。なんかのおやつに似てるんだ。あ、でもよくあるスモークチーズってこの味だ。ああ、これでやってんだ。なんかそんな感じ、近い感じがする。うん、良一君的にはこれどっち合う。どっちも悩んだんだけど、うん、やっぱりね、ウィンナーに一番合った。どうかん、うん、ウィンナーめっちゃうまい。うまい、すごいいい香り。味で、喉で燻製の味が味わえるんで、うん、つってもさ、まあ桜でリンゴときましたが、うん、まだいっぱいあるんだっけ。くるみとか、くるみ、ヒノキだったかな。
なんかあるよね。いろいろあります。ワイン？なんかのなんとかウッド。黒樽？あの樽のやつだよね、うん。ワインをつけてる樽。はい、あ、ウイスキーだっけ？いっぱいあるんだよね。あれもすごいいい香りしそうで。うん、奥が深い。まだまだ続きますが。はい。美味しい。じゃあ父ちゃんね、これ初のアウトドア燻製よ。美味しかった。またやりましょう。ありがとうございました。ちなみにこれさ、うん、まだチーズとウインナー残ってんだけど、どうする？焼いて食べるか、燻製にして食べるか。チーズ焼いたら溶けるよね。いや、焼いてもまたうまいんだよ。まあね。悩む。先生。楽しみましょう。次ザラメ入れてほしいな。あ、いいね。いろいろ試しましょう。はい。